ニコライ・カシュキン、ニコライ・ドミトリエヴィチ・カシュキン1920年3月15日は、ロシアの音楽評論家。モスクワ音楽院で、通算33年間にわたり、ピアノと音楽理論の教授を務めた。ボロネジの本屋の息子に生まれ音楽に関しては、独学であったが、13歳になる頃にはピアノを人に教えるようになっていた。1860年に、 モスクワへと赴き、アレクサンドル・デュビュークの下でさらにピアノの研鑽を積んだ。この地で、ゲルマン・ラローシ、ニコライル・ルビンシュテイン、そしてピョートル・チャイコフスキーと出会っている。時に、ニコライド・ドミトリエフという筆名を用いつつ、もっぱら、や、に、音楽評論を寄稿した。評論家としての歌手金は、チャイコフスキーの音楽の普及に、貴重な役割を果たした。 チャイコフスキーの公共曲第2番に小ロシアという通称を与えたのは他ならぬ歌手金である。チャイコフスキーは彼に歌曲王、友よ語るな作品6から2を検定している。チャイコフスキーの死から3年後には彼の回想録を出版している。注釈出典。ありがとうございます。